こんにちは、平田フットボールクラブでございます。さあ、この時間はですね、ダゾーン J リーグ推進委員会というところで2021年シーズン、J リーグの月間表彰企画というところで、この平田フットボールクラブでも、月間のベストアメージング賞というのを設けましてですね、活躍した選手とかをピックアップしていっているということでありますが、10月の平田フットボールクラブのベストアメージング賞に選ばれましたのはジェフユナイテッド千葉の新井翔太選手です。じゃあ新井選手、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今回は、10月のベストアメージング賞ということで、はい、昇格とか上位で争ってるチームにみんな目が行きがちなんですけど、はい、9月の途中ぐらいから10月にかけて、そして11月と千葉良かったじゃないですか。そうですね、はい。ちょっと10月だけに限定しますと、3勝2分けで負けなしでしたけども、どうですか、この9月過ぎたあたりから、ご自身のパフォーマンスもそうですし、チームの調子、手応えみたいなところはいかがですか？確か9月にジュビロに負けてから、ここまで負けなしなんですけど、やっぱりあそこの首位との対戦で、自分たちの力のなさを痛感したというか、チーム全体でもうそういう感じがして、もう一回ここから締め直さないと本当にまずい状態になってしまうっていうところで、チーム全体が勝手にそういう風になったっていうか、士気が上がったっていうのがやっぱりここまでの好調の要因かなっていうふうには思いますね、はい。後ろから見てて、まず大体こう選手も固定されてきましたけど、はい、前の3バックのメンバーは結構心強いんじゃないかなと思うんですけど。そうですね、もう本当に今年大輔が入ったことによって、こうディフェンスのやり方だったりとかをこう全て支持してくれるっていうか、僕も長年間川崎でこう後ろから見てきた風景だとか、こういう守り方の方がいいんじゃないかっていうのもありましたけど、そこをやっぱキーパーから伝えるのってなかなか難しくて、だけど大輔が入ったことによって、俺はこう思うけどこうどうみたいな、そういう意見の出し合いとかが重なったっていうか、あとは大輔がこういう練習をしてるからみんなこういう練習してみたいな、そこからどん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 自信がついてきて、みんなでこうやるようになってっていう風になったので、大輔の加入が一番大きいですかね。もちろんそのボールを奪う技術とか、その体を当てる技術とかもありますけど、そういうやっぱコミュニケーション能力みたいなのがやっぱ鈴木大輔選手は本当に優れてるんですね。すごいですね。よく一緒にいるんですけど、僕もピッチではあんな感じで、顔も怖いし、なんかこうキャプテンだし常に気を張ってんじゃないかっていう感じじゃないですか。じゃなくて本当に何かこうほんわかしてるっていうか、見た目とはもう全然違うんですよ。僕も最初会った時と今では全然イメージ違って、なんかこうマイペースで、はい、なんか全て受け入れてくれるような性格なんで、僕も本当に一緒にいて楽ですし、はい、僕がちょっと怒ってる時は、こう試合中怒ってる時は、ショート大丈夫みたいな感じで抑えてくれたりとかもするし。だから体もちょっとこういかつい感じなんで、ちょっとこう怖いイメージもねありますけど、意外とそういう一面があって、はい、本当にのんびりした性格ですね。あとはこう新井選手ご自身のコンディションとかパフォーマンスについては、ここ最近はいかがですか？そうですね、もう本当にチームのおかげで、危ない場面っていうのが非常に少なくて、なかなかこうセットプレーの崩れとかでは、してしまう部分もあるんですけど、それ以外はほとんどシュートっていうシーンがなくて、はい、もう本当に打たれても正面とか、最後に体を投げ出してくれるんですよね、はい。そういうところがやっぱチームとして成長したかなって思います。それでも新井選手はずっと声出し続けてるでしょ、試合中。そうなんですよね、もう頭痛くなるんですよね試合終わるとずっとこう場内回ってる時もこうやって頭を押さえてるんですけどっていうぐらい、もう試合終わったらなんか酸素なくて、でまたこの応援がないんで昔からずっとやってたことなんですけど、声出すっていうことは、
常に心がけてやってたんですけど、声、あの応援が聞こえないことによって僕の声がやたら響くんで、たまに恥ずかしいシーンとかもあるんですけどね、見返したら。なんかやっぱこうふと、あれ今俺の声スタジアムに響いてるなって気づいちゃうんですか。あのなんかサポーターの、特にホームなんですけど、サポーターの方たちが笑ってくれるんですよ。なんか俺は真剣に言ってるんですけど、なんかソロモンがファールした後とかで謝んなかったら謝れとか言ったらめちゃめちゃ 笑ってくれるんですよ。ゴールキーパーの人ってやっぱもともと声がでかいのか、キーパーやってるうちに声が大きくなっていくのか、どっちなんですか。どっちなんですかね。あの普段でもあの嫁にちょっと声でかいよって言われることが多々あるんで、あのでも結構でかいですね。あでも昔っていうよりも最近かな。でもやっぱり、じゃあちょっと内緒話ができない。あしないですね、まず内緒話僕。あと僕あの新井選手結構足元にも自信あるんじゃないかなっていうか、なんかボランチとかにいいパスつけたりするじゃないですか、足元で。そうですね、楽しいですねあれは。はい、あれ結構多分新井選手結構快感になってんじゃないかなと僕勝手に見てて思ったんですけど。本当ですか、すごいいいところ見てくれてますね。なんか嬉しいですね。なんかやっぱあの去年は結構、まあ、チーム的にこうロングボールを常に入れるっていう感じだったんですけど、今年からあのそういうポゼッションとかにもこう練習でいろいろやっていったりしてるんですけど、もともと川崎にいたことによってやっぱりそういうのがあの楽しくて、はい、こうボランチが受けやすいようにとか、ボランチがダイレクトでなんだろう次につなげやすいようにとかいうボールをこう気使って出すボールっていうのがすごく好きで、あとはミドルの距離とかも結構今練習してるのでチームとして楽しいです。僕はあの多分あのボランチに入ってそのままこうスムーズに相手陣にパスがこうつながって入っていくときあるじゃないですか。あれ多分あの行ってる最中に、まあ新井選手の姿はあの画面に映ってないんですけど、ちょっと多分心の中でよしってなってるんじゃないかなと思ってる。大正解です。完全に読まれてますね。それなかなか言われないです、それ普通の人に。あでもなんか今俺のパスがあったから今ボールあそこまで行ったよっていうことじゃないですか。すごいあります、そういう時。あのボールキャッチした後とかに、俺がここに投げたからこのカウンター始まったんだよみたいな、もうちょっとベンチから言ってくれてもいいのになみたいな時はあります。褒めろ褒めろ。そうですよね。あ、はいはい、なんかナイスショーターみたいなね、はい、ナイスフィードみたいなね、はい、はい、そういうのも欲しいですよねやっぱり。いやだからその今キーパーってもちろんセーブとかも大事ですけど、そういう例えば戦術とかポジショ他のフィールドプレイヤーのポジショニングとかも全部やっぱ頭に入れておかないといけないですよね。あ間違いないですね、はい、もう本当にいつ攻守が変わるかもわからないし、いつバックパスでこう来るかもわからないですし、まあ、試合状況も見ながら、つなぐとこはつないで、でも今前に蹴らないといけない時間帯もあるしっていう、その使い分けは常に意識してますね、90分間、はい、みんなはつなぎたがるけど、いや、待てよって、今これ苦しい時間帯で違うぞって言って蹴ったりとかもしますし、まあ、そこはやっぱ本当気持ちを鬼にしてダメだって言いますけど、でもなんかこう多分見てる人もこのメンバーだったらもうちょっと上いけるでしょうって多分シーズン当初は思ってたと思うんですけど、今本当にその力が出せてるなっていう感じがするんですけど、いかがですか。いやもう本当そうですね、やっぱりまあもったいないよ千葉今このサッカーじゃっていうふうに言われてきたので今まで、まあ、やっと今こう自信を持ってどうだっていうふうに他の選手とかにも言えると思いますし、まあ本当そういうチーム作りっていうかまあをしてきたことによって今があるので、まあ本当に一日一日のやっぱこうなんだろう強度の部分とかはしっかり続けていきたいなっていうふうに思うので、まあ常に言いながらやっていきたいと思ってますね、はい。僕はあとまあ、どのチームもそうですけど、アップの時ってキーパー最初に出ていくじゃないですか。そうですね、はい、僕あれめっちゃ好きなんですけど、試合に始まるとやっぱりどうしても攻撃の選手とかが注目されがちじゃないですか。だ、あの瞬間全員がキーパーにこうグーって集中する
あのキーパーの方はあれはどう感じてるんですか？いやもうさすがにプロ10年以上経ってるんで、まあ、今その感じ忘れましたけど、でも最初の頃はめちゃくちゃかっこいいなと思ってました。やっぱりもうベンチの頃とかはあれがやっぱアップが勝負みたいなところあったんで俺こんぐらいできるよっていう感じをやっぱ見せたかったんで、サポーターの皆さんに、はい、それはもうしっかりやってましたね。僕多分新井選手ベルディの時にちょっと話聞いたことあるんじゃないか、キャンプ、コーチのキャンプでよく覚えてますね。お話しましたよね。だから僕お久しぶりですって入ったんですけど、よく覚えてますね。すごいですね。もちろん覚えてます。コーチのキャンプでびっくりしました。今まだ川勝さんが監督。そうです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 。で僕がちょっと企画でそのね、はい、マネージャーの仕事をちょっとこうやるみたいなことで、見てる方には分かんないですけど、ワッタンの手伝いにまあ宿舎というかちょっと行かせてもらった時に、そうです、新井選手いらっしゃってちょっとお話ししましたもんね。はい、しました。本当によく覚えてますね。すごいですね。嬉しいです、マジで。いやもう覚えてます、覚えてます。本当ですか？あの時もう全くだったんで、はい、僕選手としてもまだまだあれだったんで、本当にすごいですね。でもまあある種 あそこからフロンターレに行ってとかでだんだんこうね、試合出てルヴァンで活躍してとかってなんかすごい歴史ですね。そうですね、濃い10年ですね。はい、本当に僕ちょっと聞いたんですけど、新井選手ベルディの時かフロンターレの時か分かんないですけど、紅白戦で人数足りない時たまにサイドバックやってたみたいな聞いたことあるんですけど。やってましたよ。はい、あ、それフロンターレですね。でもなんか止めてたって言ってましたよ。レナトっていたんですけど、もうキンキンだったんですけどね。で紅白戦のサブチームみたいなの右サイドバックで入って、レナトと1対1ずっとやってましためちゃくちゃきつかったです本当に。それでもちょっとこう止めたりしてたんでしょ。本当インターセプトとかで取ってパス投げてみたいなプレーしたらめちゃくちゃ湧くんですよ、チームメイトみんな。なんか練習どころじゃなくてもうみんな笑っちゃってみたいな、はい、ありましたね。懐かしいです。いや僕はその新井選手ね、はい、多分見てる方は分かんないと思うんですけど、ミックスゾーンで僕何度も見てるんですよ、はいはい、でね、新井選手のところに、はい、人が集まってくるんですよ。そうなんですか。いや僕あれすげえなと思って、試合終わってこう他のチームの選手とかもこうごちゃごちゃになるじゃないですか、はいはい、みんなこう新井選手のところに集まってきてこんにちはとかちょっとこうじゃれ合ったりとか、だからこの人すげえなと思って僕いつも見たんですけど、はい、それはありますね。確かになんかこう他のチームに行った選手とか、まあ、あとはまあ記者さんとかも昔から知ってる人とかもいますし、まあ、そういう人もいろいろ話したりとか、まあ、いろんなつながりでなんですけど、まあ、でもそういうつながりも全部大久保嘉人がやってくれてたんで、はい、やっぱそういうつながりが一番でかいですね。あの人のつながりでっていうのがほとんどですね、やっぱり。だからそういう意味ではすごく感謝してますね。だからその僕はその新井選手がまだ試合出てない時でも、はい、この選手ってすっごいみんなに愛されてるなと思って見てたんですよ。あ、そうなんですね。いやそれはもう本当見るとこがすごいですね。なんかだって僕は新井選手がなんかめっちゃいじられてたの覚えてて、なんか結婚した時にこいつ嫁に土下座したんですよってすっごい言われて覚えてるんですよ。言われてたでしょ。絶対言ってましたそれ。それ聞いたことありますもん、だってそのフレーズ。嫁に土下座して結婚してもらったみたいなことだから、すげえ僕覚えてるんですよ。プロポーズ土下座だったんですかね、じゃあ。なんすかマジ、誰だろそれ言ったの本当。なんか結構なんか誰か言ってましたよね。はい、言ってました、めっちゃ言ってましたそれ。でも今回ね、大久保選手がね引退を発表されて僕すごいびっくりしたんですけど、はい、新井選手にとってはすごく大事な存在の選手だったんじゃないですか。
そうですね、本当そうなんですよ。まあ一番大事な存在だったっていうか、もうやっぱり常にモチベーションでしたね、やっぱりその人が。はい、なんだろう、やっぱりこう一緒にプレーしてきて、まあ、一緒に練習してきて、なんだろう、もう一回ね、同じチームで、練習したりしたいなっていうふうに思ってたし、まあ、またいつかずっとやってれば、まあ、一緒のチームになったりとか、まあ、対戦もできるだろうなと思ってて、まあ、対戦の相手だったらなおさら燃えるんですけど、はい、まあ、だからやっぱそれが叶わなくなったっていうのが一番残念で、はい、うん、なんかこう寂しいですよね。本当、まあ、今までたくさんの人たちがこう先輩たちが引退されましたけど、うん、なんだろう、こう心にぽっかり穴が開いたって言いますけど、ぽっかりどころじゃなくてもうズボーぐらい抜けましたけど、本当マジで。だから、うん、まあ本当にね、辞めるときは俺辞めるからってずっと言ってたんですよ。パッと辞めるからっていう、そういう性格なんで、もともと。うん、まあ遅かれ早かれでしたけど、まあ今年じゃないと思ったんで、さすがに今年の活躍を見てると、うん、なんか悔しいな、寂しいなっていうのがすごく、はい、今でも込み上げてきます。いろんな選手とこう今まで戦ったりチームメイトだったりしてきたと思うんですけど、その大久保選手の何に一番刺激を受けたんですか？なんだろうな、こう自分が納得いかないことはもう納得いくまでやるっていう、その姿勢が一番すごかったですね。はい、もうそれが本当にこう自分が教わったことの中で一番影響してます。はい、自分が納得しなかったらもう最後まで納得するまでもう足が痛くなってもやろうと思って今でもやってます。僕はプロのサッカー選手ですから、みんな負けず嫌いですし、すごい極める選手いっぱいいると思うんですけど、やっぱりその中でもやっぱ大久保嘉人選手っていうのはもうそのあたりがもう並外れてるってことですか？ダントツでしたね。はい、もうそこだけはこだわりが半端じゃなかったです。なんか大久保選手のシュート練習にもずっとなんか付き合ってたみたいなお話も聞いたことあるんですけど。はい、そうなんですよ。だから全体でもシュート練習をやるんですけど、フロンターでも、まあ、その後にみんながもう、あ、終わりねみたいな感じで終わっても、 お前入れとかっつって、俺と1対1でお前だけでいいわとかって、そっから1時間以上やるんですよ。でしかも本当にキモいのが、なんかそこに打つからお前そこに飛べとか言い始めるんですよ。この体格でここに決めるからお前と先飛んでいいぞとかっつって言ってきて、それでも決められる悔しさだったらもう半端ないんで僕。すごい。そう、それをこだわり続けて、しかも試合で 0-0 の状態でそれを決めたんですよ、一回。うわ、やべえなと思いましたね、後ろから見てて。これだと思いました。それはもうだから新井選手だけが分かる快感というか喜びというか、こう なんでしょう、本当鳥肌もんですね。でしたね、あの時は。はい、でもその大久保選手のシュート技術ももちろんそれで上がったでしょうけど、新井選手のやっぱそのセービングの技術もやっぱ相当それで鍛えられた部分ってあるんですか？いや、僕の方がレベル上がりましたね、確実に、吉田さんより。はい、もう何でもしてくるんですよ、あの人って。ああ見えてめちゃくちゃうまいんですよ、サッカー。なんで普通にセンタリング来て、普通の人だったらこう打つところを止めて抜いてきたりするんで、引き出しが増えました僕の。そういうやつもいるんだっていう。あとはもう上ループとか普通に簡単に打ってくるしっていう、引き出しがすごかったですね。だからそのキーパーが上手くなるっていうのはもちろんキーパーコーチの方のおかげとかキーパーの練習のおかげもあるけど、味方にいいフォワードがいたらキーパーも鍛えられるってことですね。いや、間違いないですね。はい、もういろんな駆け引きしてきましたもん今まで。じゃあその
なんか大久保選手とのそのなんか濃密な時間ってもう新井選手にとってはもうすっごく大事な時間ですね、今から考えても。いや本当そうだと思います。全て与えてくれたなっていうふうに思いますね。大久保選手お辞めになるときはちょっと事前に連絡とかあったんですか？はい、朝連絡来て、結構まあ頻繁に連絡取ったんですけど、全然違うチームになってから結構7、8、9、10、5年ぐらい経つんですけど、常に連絡取り続けてきたんで、普通に朝電話かかってきてもどうしたみたいな感じで電話かけ直したんですけど、僕もそしたらなんかお前タイミング悪いよとか言って、俺引退するわとか言われて、朝からええでしたよ本当に。僕らもびっくりしましたけど、その新井選手にとってはそのもうびっくりしたところの騒ぎじゃないですね。ですね、はい。なんかもうその時はで、まあその後も練習あったしと思ったけど、なんかこう全然集中できなくて、練習に難しかったです、あの日の練習は。終わってからもまあ何度か連絡取ったりしましたけど、まあ今感謝の気持ちとか伝えたらまあ泣くなと思って確実に泣くなこれはと思ってるんで、まだちゃんとありがとうとかも全く言ってないですけど、はい、なんかこう引退祝いでなんか買ってあげようかなとかってヨスさんに言ったら、アップルウォッチ買ってくれって言われたんで買います。買うんですか？あ、買います買います。もう逆にそれだけでいいんだっていうぐらいですよね。もうそれぐらい感謝してますもん。もうなんかもう両腕両足につけれるぐらいアップルウォッチですね本当に4つぐらい買ってあげようかなと思いますもん本当に。なんかでももうこれからずっと新井選手がプレー続けていく中で、なんか新井選手見るたびにちょっとこう大久保選手のこととか思い浮かべたら、またサッカーの見方もちょっと変わってくるかもしれないですね。いやどうですかねまあ本当にまあでもその人のおかげで僕はプレーできてるんで、今でも自信持って、だからそういう部分ではやっぱり、はい、少しはそういうね、気持ちも見てほしいですけどね、はい、たくさんの人に。でも逆にこれから新井選手のそのセービングによって、逆にその千葉の今度すごいフォワードがね出てきたら面白いですよね。そうですね、それはありますよ。俺のゴールを守決めたいっていう選手がいっぱい出てきてくれた方がいいんで、僕も頑張らないといけないんですけど、やっぱり変なプレーしてたら多分引退しても絶対ボロカス言ってくるんで、そこだけは注意して頑張りたいと思います。いや今回ちょっとこの10月のベストアメージングショーということで、新井選手のお話を聞こうというところだったんですけど、すいません、なんか大久保選手との話もなんかすごい貴重なお話聞かせていただいて、はい、本当にありがとうございます。いやいや、こちらこそすいません、ありがとうございました。すいません、今回貴重なお時間いただきまして本当にありがとうございました。いやいや、こちらこそありがとうございました。またお願いいたします。はい、すいません、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、皆さんチャンネル登録よろしくお願いします。